ゴフズタウンは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州ヒルズボロ郡の町である。数ー岸ン川沿いにある。2010年国勢調査では、人口17,651人だった。町の中心は2010年国勢調査で3,196人が住んでおり、ゴフズタウン国勢調査指定地域として定義されている。ニューハンプシャー州道114号線と、 同13号線の交差点近くにある。町内には、グラスミアとピナードビルのビレッジも入っている。セントアンセルムカレッジと、そのニューハンプシャー政治学校、及びニューハンプシャー州立女性刑務所が、町内にある。メインストリート、1887年アンカルーナック、ホテル、1910年この地域に、イングランド人が到着する以前の数千年間は、 インディアン部族が台を重ねて住んで生きていた。水路には魚が多く、地域には野生動物も多かった。町は1734年にニューハンプシャーとマサチューセッツの植民地総督ジョナサン・ベルチャーによってマサチューセッツのタウンシップ、ナラガンセット4号として認可された。1675年のナラガンセット戦闘別名フィリップ王戦争で戦った兵士、 あるいはその承継者のために意図された7つのタウンシップの一つだった。しかし1735年、認可された者の,の中に全員で入植するには、そこが超えておらず、荒れているという者がおり、その代わりにマサチューセッツのグリニッチの土地を認められた。この町はピスカタコグビレッジさらにショーブズタウンと呼ばれており、その後の1748年に、 マソニア領主ベニング・ウェントワースによって新たな開拓者に土地使用が認められた。その中にはドラカットのトマス・パーカー牧師やジョン・ゴフ大佐がおり、このゴフから町の名前が付けられた。ゴフは数年間ベドフォードに住んでおり、ヒルズボロ軍では最初の兼人判事だった。ゴフズタウンは1761年6月16日に法人化された。 当初の町の大部分は価値ある森に覆われていた。製材業と漁業が初期開拓者の主な職業だった。グラスミアのビレッジは、シジム・ウィリアム・ワーズワースやサミュエル・テイラー・コールリッジの故郷であるイングランドのグラスミアから名前が取られた。1771年10月30日頃に、回収派協会が組織され、町は毎年説教のために小さい歳出を行った。 住人の大半は、改修派であり、町の南部に住むスコットランド・アイルランド系住民は、長老派協会員だった。1768年に集会所が建設されたが、数年間は完成していないままだった。最初の牧師は1771年に指名された、ジョセフ・カリアーだった。町の記録では、カリアーは1774年8月29日に、不節制で解任された。 1781年、1781年、改修派協会員と長老派協会員が別々に組織された。改修派協会員は、コーネリアス・ウォーターズを呼んで牧師にし、1795年まで続いた。次の牧師は、デイビッド・エル・モリルであり、1802年3月3日からだった。モリルは、改修派長老派協会の名のもとに、 双方の会派に支持された。モリルは衆議会会員に町の代表として選ばれ、終戦室アメリカ合衆国上院議員となり、さらに1824年には州知事に選ばれて1827年まで務めた。ゴフズタウンの主たるビレッジを2分するピスカタコグ側には屋根付け橋がかかり、工業のために水力を提供した。1817年。 ゴフズタウンには20の製材所、7の製粉所、2の繊維工場、2の素面機械、1つの面種工場があった。繊維産業はニューイングランドとアメリカ合衆国南部との経済的結びつきの例であり、その魅力ある面花の生産には奴隷の労働力に頼っていた。1859年の街の様子は次のように描写されていた。土地の表面は 比較的平坦であり、注目すべき流起部は町の南西部に2カ所ある。町の人はアンカヌーナックと呼んでいる。貴重な空間のある土地がかなりあり、また広い平原もあって、概して生産力がある。ピスカタコグ川が主たる水流であり、多くの工場に貴重な特権を与えている。川は町の中央を流れている。この川に以前は大量の木材を浮かべ下流の メリマック側に流されていた。この森からイギリス海軍の多くのマストを提供した。ニューハンプシアセントラル鉄道がゴフズタウンを通った。当時ゴフズタウン、ゴフズタウンセンター、パーカーズミルの3つのビレッジがあり、教会はバプテスト、改修派、メソジストの3カ所、16の学校が学区を作り、郵便局が2カ所、店舗4件製材所4カ所、製粉所2カ所、 サッシとブラインドの工場一箇所があった。人口は2,270人であり、資産評価額は599,615ドルだった A History and Description of New England, General and Local。1816年、宗教同盟協会が組織された。ビレッジの西側に新しい集会所が建てられた。この集会所では集会の三分の二が開かれ、 残り3分の1は、ビレッジの中央にある、古い集会所で開催された。都藩鉄道、1914年1818 18年から1819年、第二次大覚醒運動の一部として、住民は、アベルマニング牧師の説教に深い興味を抱いた。その年、65人が、教会に加わった。その他にも、ベンジャミン・エイチ・ピットマン、ヘンリー・ウッド、 アイザック・ウィリーの牧師たちがいた。1820年にはバプティスト教会が結成された。町は1825年にメリマック側のエーゴスキー区だけにある諸島を併合し、1836年にはニューボストン町の一部を合わせた。1841年前半、一人の女性が説教を始め、間もなく町の有権者の半数以上が彼女を支持するようになった。 彼女はいかなる教会とも関わりがないと語った。しかし彼女の説教で生まれた興奮は間もなく,なくなくなり、その結果として現在のメソジスト教会が組織化されることになった。ゴフーズタウンにあるアンカヌーナックさんには昔1903年に設立されたアンカヌーナックと半鉄道があった。1907年に南山頂に観光客を運び始め、 その頂上には、同年にアンカヌーナックホテルが建てられた。五階半ティーの建物には37ないし38の客室があり、120人が入ることのできる食堂もあった。マンチェスター市とは、麓の駅まで路面電車で結ばれ、それらを含む周辺のバレエの素晴らしい眺めを楽しむことができた。このホテルは1923年に消失し、 都半鉄道は頂上までスキーヤーを運ぶために使われた。この鉄道は1930年代と1940年代がピークだったが、1950年代には事実上廃線になった。南山頂の現在は多くのテレビやラジオの送信塔が建てられている。グラスミアビレッジはゴフズタウンの東部ピスカタコグ川にまたがっている。ヒルズボロ鉄道駅が グラスミアの南岸にある。19世紀後半から20世紀初期にグラスミアや周辺地域への鉄道貨物がこの駅に配送された。他にもゴフズタウンセンターに近い西側に鉄道駅があり、超中心の西に3つ目の駅であるパーカーの駅がある。1981年、トラックとの厳しい競合になっていた鉄道事業の広域再構築に伴い、街を通る鉄道は、 廃線となった。21世紀に向かう時期に町と地方組織が共同でレールトレイルの開発を行い自転車道や歩道への転換が完了した。カウンティファームの敷地がニューハンプシャー州立女性刑務所に転換された。この施設で最も有名な住人は有罪が確定した殺人犯パメラスマートであり、 1991年3月22日から1993年3月11日まで収監されていた。その後ニューヨーク州ベドフォードのベドフォードヒルズ共生施設に移された。ウェストローン墓地ゴフズタウンはヒルズボロ群の東部にあり、州内最大都市であるマンチェスター市のすぐ西に位置している。州とコンコード市は16マイル北にある。町の中心は、 町の西側境界に近くピスカタコグ川沿いにあり、ニューハンプシャー州道13号線と道114号線の交差点周辺にある。グラスミアのビレッジが町の東部にあり、ピナードビルの地区は南東隅にあって、隣接するマンチェスター市の町続きとなっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は37.5平方マイルであり、 このうち陸地36.9平方マイル、水域は0.6平方マイルで、水域率は1.65%である。アンカヌーナック山は2つの峰がある。北方が町内最高地点であり、標高は1324フィートである。町の気候は、欠片の気候区分で、DF あるいは DFB、湿潤大陸性気候に入っている。町内ピスカタコグ川が流れ、 全域がメリマックガー流域に入っている。ゴフズタウンの目印になっているポップコーンカートニューハンプシャー州道13号線と同114号線の交差点近くにある以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ニューハンプシャー州立女性刑務所ゴフズタウンは5人の委員による調整委員会が統治しており、委員の任期は3年間であり、 毎年3月に1人、内し2人が改選されている。ニューハンプシャー州共生省がゴフズタウンにある、ニューハンプシャー州立女性刑務所を運営している。アメリカ合衆国郵便公社が、ゴフズタウン郵便局を運営している。ゴフズタウンは、ニューハンプシャー州教育管理第19ユニットに属し、ゴフズタウンの他にダンバートンとニューボストンが入っている。メープルアベニュー小学校の、 主言感染とアンセルムカレッジの卒業生ホール。ありがとうございます。